好きな男性のタイプっていうのは聞きたい。みえさん、ちょっと真面目系な話をするんですけど、僕たち事業所がなんかその発達障害の診断が降りてた子が来るところで、もちろんちょっと車椅子とか少し耳が聞こえないような子も来るんですけど、ほとんどもう普通の子なんですよ。普通って言い方もあれなんですけど、ちょっと暴れやすいとかちょっと怒りっぽい子とかたくさん来るんですけど、こういうお仕事もずっとやってて、なんか発達障害っていう子がどんどん増えてきて、でその中でちっちゃい時は分かんないんですけど、やっぱ小学校高学年になってくると、なんで自分がこういう事業所来てるのかっていうのをやっぱ親に告知というかされて、あなたちょっと障害持ってるんだよっていうので、なんですか、自尊心が低くなるというか自己肯定感が低くなるような子もいるんですけど、まあまあ僕こういう感じなんで関係なく、一緒に格闘技やろうとか運動しようとか、なんか悩み相談されてとりあえず走りに行こうとかってやってるんですけど、ミュウさんってでもみんなに言われてると思うんですけど、なんですかね、負がないというか、この陰陽の陰がないというか、この陰の部分っていうのはあるんですか？陰の部分、陽のイメージしかなくて、やっぱ TikTok とか、まあ、インスタも可愛いし、 YouTube 見てもなんか本当に自分のこの信念というか、私はこうですっていうのを言える、なんかその一本槍が刺さってるというか、なんかこうやっぱ人間陰の部分ってあると思ってるんですけど、それを感じさせない。でもまあ人生の中で言ったらもちろん陰の時もあり、陰の時って言ったらおかしいけど、そう感じてる時もありました。でもそれは足を失ったからとか、障害者とか車椅子とかではなくって、もう純粋に小学校の時に結構親の仕事柄転校が多かったんですけど、だから新しい環境に行くってことが多くて、はい、でその度に友達が変わるみたいな、だからそのなんか友達作りに苦労したりとか、なんだっけな、なんていうのかな、こうやっぱりこう転校生って新しいから注目浴びるじゃないですか、それでやっぱり最初は注目されるんですけど、やっぱその注目をされることにつまらないって思って、なんていうのかな、なんで新しい子に目行くんだみたいな、まあ、嫉妬じゃないですけど、なんかそういう感じでやっぱりこういじめの対象にもなりがちなので、確かに、ね、それで結構やっぱいじめもあった時期があったので、まあ、いじめられてる時とかってなんかそこまでいいには思ってなかったかもしれないですけど、ただ今日学校で何もないといいなって思いながら学校行ってた時ももちろんあるし、いやそれは それ苦しいって思ってたし、はいはい、そうそうそう、ただ、もともと私その成績取れなくて、取れなくてってバカなんですよ普通に、なんかそういう学力的なところ、僕よかったから特に苦手だったから、はい、その学力で成績を取るってことは、まあ、半分諦めじゃないですけど、うん、無理だなって思ったから、内申点の点数を稼ぐためにまあ、なんていうのかな、こう例えばその一つのうちに解禁賞とか、ああなるほど、っていうのを考えたので、どんなにいじめられることがあったとしても、学校にはもう解禁で行ってます。だからまあ僕は成績の部分わかんないですけどね、まあこういう業界で言うとソーシャルスキルトレーニング、相手を思うこととか気遣うこととか、まあその学校にちゃんと行くこととか、そういうコミュニケーション能力のところがすごくやっぱ高かったんだって思いますね。だから陰を思ってる部分も多少こうなんていうのかな、時期的にはある時もあるけど、なんかなんだろうな、打開策じゃないですけど、はい、自分の中で他にもなんかやりたいこととか、なんか求めてるものがあるからこそ乗り越えられてるというか、陰では終わらないみたいな、陰では終わらないかっこいいだから足失ったことに対して落ち込んだことがなかったんですけど、はい、入院生活はすごい苦しかったんですよ。あ、それはなんでですか？もうほんとシンプルに外に出れないっていうのが、なんか結構元から、まあ、アウトドアって言うのかしらですけど、お家にあんまりこう一日中いるっていうのじゃなくて、まあ、バイトしたりとか友達と遊んだりとか、まあ、当日うちにいらしていた彼氏と遊ぶとか、なんか基本的に家にこう一日中いるっていうわけじゃなくて、もう家はこう風呂入って寝る場所みたいな感じだったんですよね。だから24時間ベッド上で過ごさなきゃいけない
で特に最初の頃リハビリできるまではもう本当にベッドだしもう天井見上げるくらいな感じの生活だったから、その環境に苦しかったですね。だから自分の体がどうこうとか今後のなんていうのかな生活がどうなるかって、例えば不安とかそういったことは全然なくて、もういつ退院できますかとかすごい言ってました。だから車椅子行ってなんかそのいつ退院できるかわからないとかって言われたら、じゃあいつからまず車椅子乗れますかとか、なんかそういう感じで魂強すぎない？やりたいことが多分常に多いんですよ。だからなんだろう、その時間がないとかやりたいことが溢れてるからこそ、なんか悩んでる暇がないというか。逆に僕はみゆさんに会いたかったんですけど、みゆさんが人生の中でこの人に会ってみたいなっていう人いるんですか？まあ、例えば超イケメンの人とかでもいいですし、シュワルツネッカーに会いたいでもいいですし、なんかそういうなんか会いたい人っているんですか？まあ、なんだろうな。なんでなんかめちゃめちゃなんかこの人にっていうふうには、そこまでじゃないかもしれないんですけど、多分あの最初に呼んでもらうときに、多分熱量多くいっぱい上げてくださって、マライアキャリー、そこまでじゃないかもしれないですけど、熱量的には。ただ、会いたい方ではローラさんです。なるほど、見たい。イメージ湧く。見たい見たい。ローラさんは会ってみたいなと思います。他にもいます？あ、じゃあ、このカメラマンの女性すごい分かりやすくて、好きなタイプ誰ですかって言ったら、ドラゴンボールの悟空。ドラゴンボールって分かります？あんまり分かんない。あ、やっぱその時代なんだね。じゃあシュワルツネッカーって分かります？ああ、そうなんだ。ジェネレーションギャップ。まあそういう方が好き。いや、でも私アニメがあんまり分かんないんですよ。あ、そうなんですか。アニメに出てきそうなんですけど。出てきそうですけど。絵本から出てきた感じするけどね。アニメは本当に分かんないです。あ、じゃあ好きな男性のタイプっていうのは、まあ、聞きたい。よくね、YouTube とか TikTok で、好きな男性のタイプどういうところですか、優しい人とか言うんですか？本当に優しい人に結構尽きるかも。そうだ、ぐらいみんな優しいじゃないですか。いや、でも優しいっていろいろあると思うんですけど、はいはい、結局は自分に都合がいいっていうことじゃないですか。例えばですけど、はい、なんか何かあったときにそれに対してほっといてほしい、はい、ほっといてくれる方がそれが優しさだって思う人もいれば、なんかこうかなんていうかな、こう構ってほしいじゃないけど、なんか声をかけてほしい、でそれができた人が例えば優しい人とかって感じ方、人それぞれ違うから、結局優しい人が好きってみんな言うけど、結局それはイコール自分のこう求めてるというか、自分の都合のいい優しさじゃなきゃ、はいはい、その優しいってならないんです。はい、じゃあ皆さん今日はジャンプに来てくれてありがとうございます。はい、またちょっと沖縄来る機会があればぜひボディーガードをノーギャラでするので、あのアランジュ先生も呼んでこう2人で怖い怖いゴリマッチョ2人で守るので、はい、また何かあったら連絡ください。ありがとうございます。はい、今日はみゆさんがジャンプステージの方に遊びに来てくれました。概要欄にみゆさんの YouTube チャンネルとか、あとはインスタとかそういう情報を載せてますので、よかったらそちらもご覧ください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。